てくれ。立てよ。コロニー内でビームライフルは使えない。バルカンとサーベルで何とかするしかないな。ガンダムの性能を当てにしすぎる。戦いはもっと有効に行うべきだ。民間人の少年アムロ・レイ、彼の操るガンダムの活躍で我々はなんとかジオンの襲撃を退けた。しかしこの戦闘で正規兵のほとんどが死傷してしまい、戦闘に耐えられる者は10名と残らなかった。地球連邦軍の最高機密に属する新鋭戦艦ホワイトベースおよびガンダムをはじめとする試作モビルスーツは、果たしにも満たない民間人の少年少女によって運用されることになったのだ。お捨てなさい。ヘルメットを取ってください。しかし
アルテシアにしては。兄さん。サイドセブンを執行し、宇宙前線基地ルナ2へと逃げ込んだホワイトベースは、基地司令ワッケン少佐から地球連邦軍の総司令本部ジャブローに向かうよう言い渡された。こうしてホワイトベースは地球に向け再度出航したのである。だがそれを黙って見過ごすシャアではなかった。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。本艦はこれより大気圏に突入する。ガンダム、発進してザクの足を止めろ。高度には気をつけて。そうしないと大気圏で燃え尽きるわよ。戦っている最中に気をつけられると思っているんですか。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパルトへ。アムロ、行きます。我々は執拗に追撃してくるシャアからの攻撃を退け、なんとか大気圏へ突入した。少佐、助けてください。減速できません。シャア少佐、助けてください。ザクには大気圏を突破する能力はない。だが敵を道連れにできるのだ。犬死にではないぞ。うわ無事に大気圏突入を果たした我々ホワイトベースクルー。しかしやはりシャアは一枚上手だった。シャアの攻撃により予定していた大気圏突入コースを大きくずらされた我々は、この過酷な旅のゴールであるジャブローから遥か遠く離れたジオンの勢力圏へと降下してしまったのである。シャアの言う通りかもしれん。今までの地球連邦軍の戦艦とは全く桁が違うようだ。現在ホワイトベースは敵の航空部隊によって頭上を抑えられ、この断崖に沿って進行中だ。このままではいずれやられてしまう。そこで我々は敵が戦力を整えきる前に全戦力を投入して一気に反撃に出ることにする。竜と隼人はガンタンクで出撃してホワイトベースを援護してくれ。任せておけ。隼人には砲撃手をやってもらおう。了解です。また当然敵はホワイトベースの進路上に地上部隊も配備しているだろう。アムロはガンダムで進路上の敵を掃討、カイはガンキャノンでガンダムを支援。いいな。やってみます。いいも悪いもないんでしょ。でもよブライトさん、ホワイトベースの下で大砲撃つだけだぜ。それ以上のことは俺やらないよ。死んだからって俺たちには恩恵も出やしないんだろう。手続きはしてやる。各員直ちに発進準備頼んだぞ。戦場は荒野。上手で頼りにしてるわよ。やってみるよセイラさん。発進。進路クリア。気をつけてねアムロ。はい、行きます。アムロ、できるだけホワイトベースで
をつけろ。危ないよ。あんたがただの白兵専用のモビルスーツではないところを見せてやる。いいか、全員無理はするな。注意しろ。黒板を落としてモビルスーツの足を止めるぞ。戦場は荒野。アムロ、敵
注意しろ。